はい、どうも。チェル。ヒーだよー。どん。今日はですね、女性リスナーの皆様、お待たせいたしました。お相手さん、リケボですよほんでな、声をちょっと、いつもと変えてまして、一個前にな、こんな感じでなるべく広いタイプで話してみたんですが、今回は逆に、ナチュラルな感じでやってみました。こんな感じの声になってると思います。違いわかるかな。ちょっとね、アプローチを地声アプローチに多分変えた感じになるかと思います。まあそんな感じですな。私これが一番楽でいいんやけど。ちょっとしーちゃんのな、3つの声がありますから、よかったら皆さんコメントにどの声がいいかっていうのを入れてくれると嬉しいな。まあそんな感じで本編の方、どーいちょ。やっほー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 。暇。暇。ナイスナイスナイスだわ。いや、特に何もしてない。そっか、誰かと喋ろうかってなってた。そうそうか、そうか、そうだよ。残念やね。じゃあ、なんで嘘でーどういうこと。やめよ、こういうノリ。いや、大丈夫、嫌いじゃないよ。そっか、ありがとう。大丈夫、イケボーっていうか。ありがとう。どういうのがイケボっていうの。そういうの。うん、そういうの。高い声だったらイケボなの。いやー、なんかな、聞いてて、なんか普通にかっこいいって思うような声かな。へー。低かったら、低くてもかっこいいなって思う人はおる。いや、全然いる。あ、いるんだ。なんか、まあでもどっちかっていうと高い方が好みだけど。好みっていうか、好きっていうか、好みやね、それは。ショタっぽい顔やは結構好きかもな。あー、なるほどね、ちょっと可愛い感じの男の子みたいなね。そうそうそう。うわー、もう山口達也なるぜ、これ。チェルシーさん、いくつ今。うん、今19だよ。うわー、もう山口達也なるぜ。ならんか、19と未成年だったらならんか。どうかな。まあでも小学生とか手出したらアウトだよね、きっと。小学生とか興味ない。あ、そっか、なんかあれやな、あのポルノやろ、それは。そうそう、もう自動ポルノ的なね。自動ポルノ的なやつや、ジポやな。いや、ジポって言うんだ。なんかでも逆パターンってあんまり演技関係だな。あー、まあね、でもいるよ、外国多いよね。あ、そうなんや、知らんかった。女の先生が男性とちょっとなんかこう誘惑してみたいな。あ、そういうことね。へえ、そんなんあるのか。ある。うん、じゃあ、あーさんは、どんな女の子がタイプとかある。俺、なんだろうな、可愛らしいって感じの女の子も好きだし、ちょっとなんかちょっとちゃんとしなよみたいな、ちょっと強気の女の子好きだな。あ、なるほど、両党やな、そしたら。そう、両党両党。俺、男でもいいなって思っちゃうもんね、最近。へえ、そうなんや。嘘でーマジか。すごい嬉しかったのにな、今。そうな。うん。なんで。いや、今日はエイプリルフールっていうことだから。あ、なるほどね。男の子だよっていう。うわー、なるほどね。俺もじゃあ女の子っていうの。本当に。うん、おっぱいでかいよっつって。本当に。山口達也なんていくぜやばいでしょ、俺のテンション。いいね、そういうのいいね。このさ、声友だっけ、これ。あ、うん。これさ、結構使ってる。結構使ってるよ。これさ、たくさん話せるじゃん。やばいやつってやっぱおる。やばいやつ、まあやばいやつはまあいるはいるけど、もう斉藤さんほどではないかな。斉藤さん。え、斉藤さんに知らんの。なんか名前は知ってる、なんか、
なんだろう、まあ、こういうのだよね。そう、こういう感じで。ランダムで、ちょっとなんか男の子、女の子とお話ししましょうっていうやつでしょ。そうそうそう、それで。じゃあ、女の子と話すこともあるってことだよね、ランダム。一緒やな、まあ割か。まあでも、あんま少ないけどね、女の子。ほぼ男の子なの。ほぼ変態のおじさんが多い。やっぱ、マジ？どんなこと話すの、それのって。普段は変態を釣ってる感じかな。変態を釣るって、あれ？あの、YouTube にあるみたいな。あ、そう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 。そうそうそう。あの、ちょっと気が合う、そう、あるそぶりを見せて。そう。全然知らんぜ、お前なんかってなるやつでしょ、最後。そうそう。最後に、本当は男でしたっていうオチをつけるっていうやつ。ああ、なるほどね。うわ、すげえすげえ。そうなんです。今日はエイプリルフールだから、優しい人でも許してくれるかなと思って。うわ、ナイス。ありがとうございます。これ使っていいですか？え、何使うって？ YouTube？ そうです。うわ、バカおもろいやん。ありがとうございます。